はい、こんにちは。日本女子大附属高校、高校入試の問題ですね。でも、見るからに、N 進法、3進法の話だなっていうのは、まあ、パッと見てわかると思うんですけども、なんとか進法、奇数法、N 進法、私、中学の時に習いました。1分だけ。中学1年の時の女の数学の先生が、普段我々が使っているのは、10個で束にする10進法です。その束にするのを2個にすれば2進法です。3個にすると、野球部の皆さんごめんなさいね、3進法です。4つにすると4進法ですっていう、その説明を一度受けただけですね。なんで何のことだか、その時全くわかりませんでした。で、まあ普段我々が使っているその先生の言う通り、指が10本なんで、こう数えていって、指がいっぱいになっちゃった。次数えられない、手をフリーにしてあげたいために、じゃあ指がいっぱい集まっちゃいましたっていう印をこう、なんかこう置くと。これを10つすると。そしたらまた指が使えるんで、こう、指折り数えていけるという、束にするのが10個だから10進法。まあ3進法の世界観というのは、まあ、こう、片手でこういう宇宙人がいたら、こういう3進法が使われるんですけど、1、2、あ、いっぱいになっちゃった。だ3進法の世界観で言うならば、3っていう数はないんですよ。我々使っている10進法にも、9の次の新しい記号はないですと。9の次はこう、新しい記号なしで、すでにある1と0を使って10を表すと。三進法の世界には3という数はないと。0、1、2ときたら、次はもう、こうですと。いうのが三進法の世界観です。で、我々使ってる10進法は、ここで言うなら、1の位、10の位、10の2乗の位、10の3乗の位となってて、各重りですね、ここで言うなら重りが、10進法だったら、この重りが9個ないと、すべての数を表すことできないです。この 100g の重りが9個ないと、800g とか表せないです。1個しかないと。と同じように、3進法では、各重りが2個ずつないとすべての数を表せない。逆に言うと、各位の重りがすべて2個ずつあれば、ありとあらゆる数が表せるんで、この問題は 238g。これ一旦三進法に直してと。で、釣り合わせたければ、こっち側で2個ずつあるならば 238g も必ず作れますと。というふうに重りでこれを作ればいいだけの話。なんですけども、まあもちろん少なくしたければ、こっちにちょっと下駄履かせて、まあ、こっちに次のいい数を乗せればより少なく済みますけど、別に個数に制限がなければ、2個ずつあるんだったら、こっちでもちゃんと 238g は作れるはずです。2個ずつあれば。でも1個ずつしかないんで、まあちょっと考えましょうという話です。じゃあまあ、ここではというもかぎもやっぱり238っていうグラムを三進法に表してあげたいと。まあ、じゃあ238、十進法を三進法で表してあげたいと。で、十進法をなんとか進法に表すときに、まあこうやって三進法ならこう3で割って余りを書いてと。まあ2回1かと。3で割って余りを書いてとかつって。で、こう読むなんていうのを教えますけども、これまあもちろん仕組みは説明できますけども、私初めて中学受験の生徒を持って N 進法を教えるときに、やっぱり仕組み通り、位取り考えましょうと。1の位、バラの位は何進法でもバラ、1の位。で、3進法なら3個で束にしますよ、3の位。3の2乗の位、9の位。次が3の3乗、27の位。3の4乗、81の位。3の5乗、243の位ってやって、で、238を表したければ、243の位いらないですね、と。じゃあ 238g だったら、81の位は2個で、162で、6で、7で、これが2で、76g 余ったね。76を、じゃあ今度27の重り何個必要ですかって割り算次々としていくのを基本に教えましたが、ここではさらにもっと簡単に238を三進法で表したければ、あとちょっとじゃんっていう感じですね。243までと。っていうことは、238を三進法で表したければ、
243まであとたった 5g あればいいじゃんって話ですよ。ってことは243っていうのがこうなんで、三振の方で1、2、3、4、5なんで238はこっから 5g 引きゃいい。 5g 引く 5g すれば238になるんで、引く 5っていうのは3勝だったら簡単ですね。 3g、 3の位1個と1の位2個なんで、さっき言ったようにもしもちゃんと2個ずつあるんだったら、一番少なくうまく釣り合わせるんだったら、こっち側に243、これ3の5乗三振法乗せて、3の5乗乗せて、こっちにあと 3g と 1g を2個乗せれば、まあ重り3個でうまく釣り合うんですけど、これがないんで1個しか。でじゃあとりあえず238っていうのを三振法で表すと、これ引き算すればいいと。これ3を借りてくるんで、3-2で1、これ2残ってるんで1で、残りは222と。じゃあ今 238g を釣り合わせたいのに、今一旦こっちに243、すなわち3の5乗100000を乗せちゃいましたと。こっちの方が 5g 重いけど、 5g は表せないんで、じゃあまた、重たい重りこっちに1個乗っけちゃえと。 5g 乗せればいいんだけど、 5g 表せないから、ここ9ですね、 9g 乗せちゃえと。 9g っていうのは三振法で言うとこう。でもそうすると 5g でいいんで、じゃああとこっちにっていうんで引き算すると、これがまた1、1で、3g と 1g。3g と 1g 乗せれば、これでぴったり釣り合うね。というふうにして、三振法で計算すると、まあ楽に求められるという話でしたと。じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで、本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選、の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロさんという方が、動画の回答解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴としてワンクリックで解説動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているので、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。